祭りの全プログラムのトリを務めさせていただきます。それに際しまして、まずは本日この関西秋祭りを開催運営してくださったスタッフの方々、本当にありがとうございました。この場をお借りして感謝を申し上げます。そしてチームごとではありますが、ただいまより行われる演舞をもちまして14代目リンドは引退となります。この1年間先輩方がつないできてくださった運動というバトンを何度も落としそうになりました。それでもいつだって隣を見れば仲間がいてくれて出てきました。で、ただいまよりこの3回目の演舞は、笑顔も涙も共に分け合ってきた14代目、そしてそんな私たちを一番近くで支えてくれた15代目計10人で、2022年度演舞花嫁を披露させていただきます。全力で演舞させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。何度も壁にぶつかり、それでも立ち向かい続けた14代目の物語。
の皆さん、ありがとうございました。じゃあ最後、集合写真を撮って、お願いします。